どうも部長、ヨッキーです。今日は検証動画をやろうと思いまーす。イェイ。何をやるかっていうと、今回は食べ比べをやってもらおうと思います。今回紹介する商品はこちらです。チー！はい。こちらの安いお肉を一つと、はい、こちらの黒毛和牛を食べてもらおうと思います。まあね、それだけじゃ面白くないんですよ。そこで登場するのがバッタバッタバッタ虫ですね。バッタをこっそりこの肉と一緒に食べてもらいます。うっ、あ、コオロギも入ってんだ。コオロギさん入ってました。こちらを肉と一緒に食べてもらって、まあうまいというのが絶対うまいと言うとでしょ。もう弟はこう言うでしょ。お、うまい、お兄ちゃんありがとうって多分言うと思うんですよ。まずね、まあ自分が食わないとこれもうダメなんで食ってみます。うっ、みんな大好きな黒毛和牛で、みんなが大嫌いな虫さんも大好きになってもらいたいと思うんで、この中にし、この黒毛和牛に一緒に入れて食べてもらって、虫さんも大好きになってもらおうと思います。それではレッツスタート。このバッタを粉砕して入れようと思います。家族が帰ってきたら料理します。スキップ地価が高い肉なんで、それは当ててほしいんで。普通に巻く？どっちも巻くね。これ、これかこれかでしょ。こっちかこっちか、そう。こっちとこっち違うから。こいつも違う。そうそう。この半分でこっちがこっちがこっちがこっちだから全然違う。肉が違う。そう。そう。え、どうした？うわ、どうした？え、何、どうしたの？どうしたの？やばいってマジで。え、どうしたの？やば、何これ？バッタです。バッタです。バッタです。やば、めっちゃ残る。てってれーてってれー。どうすか、どうすか、うまくね？あ、やばいわ、本当に。くっさ、あばキモ。普通に肉だと思って食ったらマジでキモいよこれ。くっさまみれ、涙出てくるんだけど、くさすぎて。くっさこれ。マジでくさい。